どうも、スマートブライダー代表、モデル、えー、MBA 婚活心理カウンセラーの吉野麻衣子です。えー、今回はね、男性が女性から振られる理由4つ、これをシリーズでお送りしています。女性から振られたくないよーって方とか、あとなんで女性から音信急に音信不通になっちゃうんだろうとか、断られちゃうんだろうっていう方ね、ぜひ最後までご覧いただければ、それの予防ができるかなっていうふうに思ってます。またね、これはね、お見合いで女性から断られる理由とか、あとそれだけではなくてね、交際が始まった後もそうですし、あと婚約した後に破談になってしまった時の理由とか、そういったね、実際に起きて ていることをこの中から特に多いこと4つこれについてお話をしてますのでぜひねしっかりあの幸せな結婚に結びつけたいという方はご覧いただきたいと思ってますまたチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますまず1つ目1つ目は頑固すすぎるってことです特に住む場所について男性が頑固であるっていうことですね。 男性が頑固であるこれどういうことかっていうとやっぱり結婚生活2人の中でいろんな問題が起きてきますでそのためにのいろんなことを2人で話し合って乗り越えないといけないでそれぞれやっぱり生まれて育ってきた環境だったりですとかあと仕事のいろんな実績だったりとかいろんなことがあると思うんですねだから自分の中で考えてるものあると思うんですけれどもそれでもお互いがどうやったら未来を一緒に築いていけるかっていうことでやっ違う考えの2人がやっぱりね結びつかれるのでここはね一緒に話し合って一緒に 乗り越え折衷案じゃないんですけどお互いの気持ちをちゃんと伝え合って。 で、じゃあ、その上でどうしたらより良くなるんだろうねって話をしていかないといけないんですね。それを男性が自分の、自分は仕事から近いところがいいとか、自分が住み慣れた場所から離れたくないとか、この地域はすごく住みやすいから僕はここがいいんだっていうふうなこととか、あとマンションといいにするっていう話についても、いや、これはね、全然自分の中では経済的に良くないからこっちがいいんだとかいうことでわーって突き進めてしまって、女性の話を聞かないというケースが結構多いです。 で、これっていうのは、要は、女性としてはね、あの、あ、本当に頭が硬いな、何かあっても、自分の意見全然聞いてくれないな、その人の意見だけ全て言っちゃうな、もう何もと話し合っていけないな、っていう、話し合えない人って思われてしまうんですよ。こういう頭の硬い人間っていうのは、仕事上でも同じような感覚になってしまうので、自分本位になっちゃうと、だから出世できないな、っていうことで、パーンって切られちゃうのもあるんですね。 それプラス、それプラス女性として非常に大きい問題として、出産を考えた時っていうことがありますね。出産を考えた時に、そういう男性無理だなとで。どういうことかというと、その職場、女性がつあの通勤してる会社ですね。そこまであまり遠いと、出産の時とかあの、要はお腹に子供がいる時っていうのは、 長い間の通勤ってすごく大変だったりするんですつわりがあったりとか、あとあのー、まあ、満員電車いろんな人に押されたりとか、お腹ギュウギュウ押されたりとかして、子供が長いちゃうかもしれないとか、いろんな不安があと、あと、辛さと、あとお腹が大きくなってくるとね、やっぱこう、3キロ、4キロぐらいの体に重りがつくわけですよ。身動き戻れなくなる。そしてお腹が大きくなると足元見えなくなるから、階段が見えなくなるって、その階段の、駅の階段の上り下りすら、恐怖になってくるんですね。っていうような状態で、 職場まで遠い通勤で行けますかっていう話なんですねだからそういうところに対して思いやりがないなとそういうことを考えられないんだなってなるしあとは実家ですね女性は結構実家に近いことをのぼぞあの望む方も結構多いんですねこれは何でかっていうと出産後、ね、あの女性は産休取ってたりとか育休取ったりとかするんですけど男性はなかなか取りづらいっていうのが今でも現状ありますでそうなった時にあのやっぱりこう出産して子供は小さい時に赤ちゃんの時にお風呂入,りさせ入らせないととか子供のおしを 変えないと、みたいな、いろんなやらないといけないことあるんですよ。でも、産後、すごく特に帝王切開したりとかすると、すごく辛かったりとかするんですね。で、あの、思った以上に体へのダメージってすごくって、出産が原因で死んでしまう女性も未だにいます。っていうような、あの、体に対して負担をかけている状態なので、そういうふうな状態の時に一人で全部子供の世話と家のことをやるのってすごい大変なんです。で、そういう時に実家が近かったりすると、実家の親御さんが手伝ってくれたりとかっていうことがあるので、よりこう、産後が、 立ち上がりが楽になっっっててくるってことがあるのでやぱ小さいときにたくさん風邪ひいたり熱出したりしますでダブルインカムだって言って2人で共働ばたらきをしているとしますよね、それでもやっぱり小さい時に子供があが熱出たりとか何かすると保育園ですぐ呼び出しがあって子供を引き取らないといけないんですよやっぱり病気の子供病児保育してくれるところを特別なところに入れない限りはなかなか病気の子供っていうのは他の子たちも移っちゃったりとかするのですぐ引き取らないといけないんですね。 ってなるので、そうなった時にやっぱりこう。子供を誰が迎えに行くって話なんです。で、そんな時にじゃあどっち行くの？男性行くの女性行くのって話になると大体ね。ここはね女性が行くケースが多いんですよね。で、女性がいつもその子供の熱出たから急に仕事を休みます。子供の熱出たから保育園引き取りに行きます。なんていう風うにやってると会社がクビになっちゃったりとかするんですよ。で、勤められなくなっちゃうという時に、やっぱり実家の力ってすごく大きいんですよね。 でそうなった時に、ご実家の,あのお父さんなりお母さんなりが、あの代わりに、ね、保育園を迎えに行ってくれたりとか、何かこう熱の時に預かってくれたりとかする時も違います。でまたねあのなんだろうな、2人だけで結婚記念日とか、2人だけでデートしたりとかいう時にも、ちょっと、ね、気軽に預かってくれたら2人でデートできるのになっていうこともある。 ですね、だからやっぱり女性としてはその出産ですね、今この瞬間、どこに住むとか、そういう目先の話とか通勤が楽くとか、そういうことじゃないんですよね、ここが住みやすいとかじゃなくて、その先の自分の生活を考えたときに、どこに住むのが一番その家庭として、子育てとしてやりやすいかって、そういう話になってくるんです、だからやっぱりその住む場所っていうのは大事なんですねっていうところに男性が、いや、僕はここは絶対住みやすいからいいんです、中目黒はすごく、ね、いいんですよとか、かどこどこは自分が育った町だからとか、 そんなこととったりとか自分の仲間が多いからとか飲み仲間がいるからとかっていうところで住む場所をここだっていう風に決めつけてしまって女性の気持ちを読まないってなってしまうとこの人本当に先のことも考えられないな全然ダメな男性だなってなって振られてしまいますねだから本当に住む場所なんか特に住む場所が大事ですだから本当にこう頑固であることには気をつけましょうということが ありますねであと、のの仕事あのお金のこともそうですね、お金のことについてもこう、小遣い制にするしないとか、自分は家に入れる入れないとかっていうのは、それも、またちょっとね、別の動画で詳しく話そうと思ってるんですけれども、結婚後、また状況によって変わってくるので、そこをね、今の段階で、自分はこの主義だから一切負けないって、パーンってなると、もうそれだけでそこ、ああ、この人、本当に頭が硬いな、先のこと見据えることができないな、柔軟さがないな、生き残れない人だなって言って、パーンって嫌いちゃいますのでえ、この頭の硬さ、これ非常に大きいです。ということ一1つ目、えー、 男性が頑固であること、特に住む場所について頑固であることっていうのは大きな理由になっています。 ということでね、今日はね、一つ目、一つ目の、えー、頑固、頭が固い、女性の気持ちの拾わないというね、そういったことをね、お伝えさせていただきました。特にね、住む場所について今回は話してて、その注意点とその理由についてお話をしてるんですけれども、そのね、住むだけ、場所っていうだけじゃなくて、実はね、それに限らず全てのことに言えるお話なんですね、これはね。で、きっと大丈夫だろうというふうに過信するんではなくて、しっかり女性が話せるような雰囲気を作る。そしてそういう時間をちゃんと作る。で、本音を話しやすくしてあげると。で、さらにね、その次 に自分のペースで物事を進めるのではなくて、つどつど相手の気持ちをしっかりね拾ってあげて、で一緒に考えていくね、そういう風な思いやりを忘れないようにしましょうってそんなお話でした。で次回は2つ目ですね、2つ目のえ男性が女性から振られる理由っていうことでね、また次のお話をしてます。ぜひね次回もご覧ください。ということでよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。でまたね質問とか相談とかあればぜひ下のコメント欄の方にください。私の方であの YouTube でまたお話しさせていただこうかなというふうに思ってます。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。